はい、こちらが US レーシング復活2号目ということになります。 2004IRL 開幕戦&第2戦詳細レポートということで、まとめてますね。はい、また例によってベストモーメンツということで始まってますが、トニーカラン、これはフェニックスのゴールの後ですね。で、いろんなスナップもまとめて、これはホームスといったのゴールシーンで、これはフェニックスですね、ピットストップを後ろから撮っています。で、トヨタがですね、まあ、ナスカーに進出して、これはまずトラックなんですけども、それを撮ってますね。デートナーですね。で、あとはチャンプカーもですね、あのしっかりやってます、はい、まああの分裂はしてるけど、まあ、それまでねずっとカートを追っていたし、まあ、そのカートからチャンプカーになってどういう風になったかっていうのを見ようということで、言ってましたね。はい、ということで、またフロム US、まあ、フロムアースどっちでもいいんですけど、ということで、僕のコラムから始まるんですけれども、まあちょっとさっき読んでみたんですけれども、この本を作ったとほぼ同じタイミングでこれを作っていたっていうことがなんか書いてありましたね。いや、あのこの本を作った後に僕これを作ったような気がしてたんですけど、ダブってたんですねはい、まあ、あの先ほどもちょっとどっかで話したと思うんですけど、2003年の文をまとめている間にですね、2004年が始まってしまったという感じでしょうかね。で、2003年はですね、要は IRL とカートと両方のシリーズを追っていたんですよ。で、まあ、例えば同じ週末にレースがある場合は、あの金曜日までは、チャンプカーの方に行って、まあ、土日は IRL へ行くとか、まあ、そんなことまでやってた時期があり、まさにこの年でしたね。まあ、2003年以降ということになりますね。まあ結局カートも好きだったんでやっぱりホンダとかトヨタが IRL 行ったから、じゃあ俺たちも全部そっちへシフトみたいなこともどうなんだろうっていうふうに思ってたので、まあ結局両方行きましたまあすごい経費がかかってちょっとびっくりしましたけどね。はい、はい、でまた、次のページは天野さんと岡崎さんですねに書いていただいてます。で、こちらはホームステッドのレポートに入っていくんですけれども、まああのベストショットでまた例によって組んでいるわけなんですが、そのレースがどういう内容だったかっていうのと、あとはそのリザルトですね、勝った大西ジュニア、そして日本人ドライバー2人で、それ以外のドライバーにもコメントをですね、まとめてあります。で、ラップチャートがあって、予選練習走行と続き第2戦のフェニックスということで、はい、まああのフェニックスでカナダは2連覇するんですけどね、はい、まあ、そういった話をですねレポートとしてまとめてありますね。で、同じように各ドライバーのインタビューコメントでまとめてあります。で、要はこれをやってですね、まあ第3戦茂木に向けてのそのいわゆるこう、どういうふうにこうレースがシリーズが始まって続いていくかっていうのをですね、皆さんに見てもらおうとして作ったんですね。はい、でこれはまた例によって日本人メディアのコラムということで、
ここからはですね、2004年の茂木を占うということで、やってます。2003年の IRL をですね、結局、じっくり、IRL というか、まあ、ツインリンク茂木のレースをですね、ここでしっかり振り返っておきましょうということで、どういうレースが、まあ、行われたのかっていうのをまとめてありますね。で、開幕戦と第2戦から茂木を予想するという特集をここでしています。まあ、コースがどういうふうに違うかとか、ドライバーこうだったからこうなるよとか、まあ、リザルトをもとにですね、こう第3戦茂木を占うっていうことですね。で、虎之助の虎之助選手のインタビューで、あとは TRD の長野さんのコメントで、あとは松浦康介選手と鈴木亜久里さんのインタビューで、あとはチーム霊峰に行くことが決まったロジャー安川選手で、モテギとインディ500の2000に出場と書いてますね。はい、でホンダはですね、まあ、当時の HPD 社長の和田さんの話を書いています。で最後はですね、このテストをした時の、まあ、93年ですね、インディ500に向けてインディアナポリスでホンダの最初のですねインディーカーがテストしたんですけども、そのインディーカーのですね、まあ、いわゆる投資図というんでしょうかね、はい、を持ってきました。はい、ということでこちらは編集後期で、最後はですねインディージャパンの広告を入れていただいたというのがですね、US レーシングの復活2号目ということになります。